こんにちは、はやぶさです。今回は学部系統などから大学を探すコツをお話ししようと思います。例えば工学系に進みたいと思っても、工学にはいろいろあるし、大学によって学部や学科の名前が違うことも多いので探すのも大変になりますよね。実際僕が所属しているのも大阪大学工学部応用理工学科機械工学コースという名前で、応用理工学科という変わった名前がついています。そこで今回は希望の学問が学べる大学の探し方と、その比較のための大学ホームページのチェックポイントをお話ししていきます。さあ行くぞ。さて、ベネッセの学ビジョンのサイトにやってきました。サクスタアプリからは会員ページのタブの調べるというカテゴリーをタップしてください。すると様々な進路情報を調べられるカテゴリーが出てくるので、そこから大学検索を選ぶとこのページにアクセスできます。今回は例として機械工学が学べる近畿地方の国公立大学を調べていこうと思います。区分が国公立大学、エリアが近畿地方全域。ここから検索条件を追加して、学問が工学の中の機械工学、この条件で検索します。はい、結果が出ました。機械工学を学べる関西の国公立大学が全部で9つ出てきました。大学名をクリックすると、その大学の学部学科などの詳細を見ることができます。学部の目星がついたら、大学のホームページなどでその学部学科でどのようなことが勉強できるかを調べてみましょう。ここからは実際に大学のホームページを見てみましょう。はい、今度は大阪大学のホームページにやってきました。ホームページから得られる情報はたくさんありますが、今回は学部大学院施設というところを見てみましょう。すると学部の一覧が出てくるので、その中から自分の気になる学部を選ぶと、学部のホームページなどに移ってより詳しい情報を得ることができます。学科だけでなく、その中のコースなどにも目を向けると、その専攻の特徴やカリキュラムなどをつかみやすくなります。大阪大学工学部の場合、学科ごとにもホームページがあるみたいですね。また学科のホームページなどから研究室の一覧を見てみると、より専門分野が分かりやすいと思います。さて、今回は自分の希望に合った大学の探し方を紹介しました。僕自身高校生の頃はこのような調べ方をしていなかったので、京都大学に機械工学を勉強できる学科があるということを知りませんでした。自分が希望する学部系統から大学を探すときは、このような見落としに注意が必要です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。